理財伝は大韓民国の軍人、教育者。最終階級は陸軍中将。北世紀暗殺事件当時の大統領、警護室次長として知られる。娘婿に LS 伝染代表取締役会長のクシゲル列。陸士発揮卒業。アメリカで軍事訓練を受け、朝鮮戦争では現場指揮官として朝鮮民主主義人民共和国と、 戦うとともに自分の部隊の兵卒に識字教育を実施した。当時の教育水準では漢字教育はおよそ不可能であり、ハングル教育に限定されたが、ハングルの読み書きができる兵卒とできない兵卒とを組ませ3ヶ月後に学習成果が上がらない場合には処罰した。順庄だった1966年より陸軍本部作戦部長に就任し、 軍人服務規律を作成。また、北朝鮮の労働赤衛隊制度に注目したりは、僕傾斜区中皿と、イスラエルやスイスを参考にした予備軍制度を提案したが、当時の軍上層部からはさほど相手にされなかった。しかしその2年後、青瓦台襲撃未遂事件が発生。第一軍参謀であったりは、唯一捕虜となった近親朝朝鮮人民軍将尉に、 射殺した兵士の身元確認を行わせた。これを重く見た軍部は、間もなく、郷土予備軍の設立に踏み切った。第6軍団長、大統領警護室次長であったが、牧世紀大統領の暗殺を防げなかった責任を、取り予備役に編入。退役後は、制御工事社長や二代目戦争記念館館長を、務める傍ら、漢字振興会長として、漢字復活運動を開始。 道路標識や鉄道駅、バス停留場の看板に漢字を併記させることを勝ち取った。ハングル専用派に気兼ねする教育部を相手にせず、陸軍士官学校の後輩として、睨みがきく国防長官を通し、徴兵された若者に、軍隊内での漢字学習と漢字使用を強制しようとしたが、計画が実行に移される前に、大腸がんのため死亡した。ありがとうございます。